ボームテは、ドイツ連邦共和国にーダーザク先州、オスナブルック軍の町村である。ボームテは、ビーエン山地の北数キロメートル、北ドイツ定地の辺縁部に位置する。フンテ川が町内を、南西から北に向かって流れている。南西部のヘリングハウゼンシュティルペー,エーリン原地区には、ミッテルラント運河の港がある。町境の北300メートルの場所から、デュンマー湖が始まる。 ディーバーウォークがボームテを通っている。北海からの湿った北西風の影響を受ける温帯海洋性気候に属する。ボームテの年間平均気温は8.5摂氏9.0度、年間降水量は約700ミリメートルである。5月から8月までの間に夏日が20から25日ある。ボームテの基本条例では、ボームテ、ヘリングハウゼンシュティルペーリンゲン、 フンテブルクの山地区が規定されている。住民たちはこれをさらに細分した集落名で呼び区別している。ボームテは南はバートエッセン、西はオスターカッペルン、北はダメ、北東はヒューデ及びシュテムスホルン、東はシュテムベーデと境を接している。ボームテには1867年から1875年はカロリーネ炭鉱、 1911年から1925年までは、ベハルリヒカイと共同鉱山会社のベハルリヒカイと炭鉱があり、石炭が採掘されていた。ボームテはドイツで最も北の石炭採取場とされている。現在の自治体ボームテは、ニーダーザクセン州の地域再編に伴い、1972年7月1日に、ボームテ、ヘリングハウゼン、マイヤーへ、フェン、シュベゲ、 シュティルペーリンゲン、ベルプラーゲが合併して成立した。1975年7月1日に約100人が住んでいた地域が分離され、隣のオスターカッペルに移管された。この町の地名の古い表記には以下のものがある、1047年バムワイド、1088年ボムワイド、1090年バムワイド、ボンワイド、1188年ボムウェーデイ、1310年ボド、 ベミシー、1402年ボムド、1423年ボームウィード、1604年ボムウィード、1625年ボームット、1651年ボムット、1652年バームット、1772年ボムット、1789年ボムウェディ、1823年ボームット。これらの地名は、ボン、バンワイドから。 ボームットへと変化した過程である。この原型の地名は、ボーム・ワイドに由来しているとしか考えられない。これは、現代標準ドイツ語のバームウォルドにあたる。ワイドあるいはウェーダは、低地ドイツ語であり、森を意味する。しかし、ボーム・トワールドという地名は、不自然である。木が集まって、森を形成するのであるから意味が重複している。この場合のボームは、木材を意味すると考えられる。 古代では通常生きている緑の木はテレと呼ばれ、ボンは枯れた木や角材を表していた。この地名のボンもおそらく木材を意味するものと思われるが詳細は不明である。以下の表は各年の12月31日時点での長域における人口を示している。数値は1987年5月25日の 人口調査結果に基づくニーダーザク選州統計及びコミュニケーション技術局の研究結果である。1961年と1970年の数値は1972年7月1日に合併した地域の人口を含む人口調査の結果である。超域は1975年7月1日に現在の形になった。 ボームテの町役場町議会は30議席からなる。これに投票権を有する議長として町長が加わる。ボームターコ店、ボームターコ店は、かつての作業施設であったが、1989年に町によって修復され、それ以後は文化、芸術、社会行事、及び町議会の作業に利用されている。ボームターコ店の最上階には、 ボームテ調律図書館が入居している。ボームテ駅民電保存鉄道鉄道、ボームテ駅はオスナブリュックブレーメン線の駅であり、DB レギオが運行する、レギオナルエクスプレス RE9 が利用できる。貨物駅はオスナブリュック軍交通会社の特別線にあり、フンテブルック地区の北に位置している。このビットラーガークライスバーンは、 1900年から1960年代まで、プロイシシュオルデンドルフとフンテブルクとの間を運行していた。現在は時折民電保存鉄道が利用する、ボームテ東駅はドイツ鉄道の駅の北東に隣接している。バスオスナブリュック軍交通会社 MBH は、ボームテ地域で路線乗り合いバスを運営している。この路線バスは、ボームテの駅前広場から、例えばフンテブルク、 バートエッセン、レッカーミューレといったオスナブリュック交通会社のバスステーションへ運行している。バスの乗り換え地点として重要なのがヘディングハウゼンレッカーミューレ停留所である。ここには1時間ごとにオスナブリュック行き、フェンネ行き、プロイッシュオルデンドルフ行き、ボームテ行きのバスが発着する。共有空間コンセプトにより改造されたボームテ中心部道路南西の町境近くの レッカーミューレロータリーで、連邦道 B51 号線、B65 号線及び、ここを終点とする B218 号線が集合する。B51 号線と B65 号線は、南西のオスナブリュック方面から共通区間を通って、この交差点まで来て、ここで分かれてそれぞれブレーメン及びハノーファーへ向かう。古くからの村の通りに町を通過する。 大型車両が集中したことから通過交通量軽減のための共有空間のコンセプトに基づいて街の中心部の改造が行われた。基本コンセプトの少ない規則で多くの安全は2006年夏以降まず2つの交差点から交通標識の60%撤去が始まった。一部ではカラーコーティングがなされたりロータリーに改造されたりした。 2008年5月19日以降、約450メートルの区間で標識が完全に撤去され、車道と歩道の厳格な分離が放棄された。ボームテバートセン飛行場航空ボームテには小さな飛行場がある。最寄りの国際空港はグレーベンのミュンスターオスナブリュック国際空港である。船舶ボームテ積み替え所には小さな内陸港がある。ボームテのニコラウスマーケット祭、市 クリスマスマーケット、ボームテの水車、ありがとうございます。